はい、どうも、光るマシュマロのマロでーす。今日はね、ポケモンの、まあ、ちょっとした裏技じゃないですけど、まあ、他の YouTuber さんたちが、ワット稼ぎを無限にできるよみたいな、まあ、裏技じゃ裏技なんですけど、今のところのバグみたいなのを上げてくれてるんですけど、まあ、それは、僕らもちょっと見て試したりとかして、まあ、無限にワットが稼げるなっていうところなんですけど、ちょっとそれを利用して、道具、の食べ残しですね。この食べ残しで結構この食べ残しが出てこないんで、これを日付をずらしながら食べ残しが出るまでの食べ残しリセマラみたいなのをやり方を紹介したいと思います。毎ターン毎ターン HP 回復するっていう厄介な道具なんですけど、意外と出ない。ワイルドエリアに1個だけあるんですけど、それを取ったら2個目以降は全部ね、木の実、この振ったら落ちてくるこの木の実の木、こいつから落とすしかないんですよ。でそれを一回やっちゃうと、こんな感じでもう木の実が、今は木の実がないみたいって一日一回しか多分取れないんですね。なんでこれを、日付をワットを無限化に稼ぐ裏技を使って、日付をずらしてまた木の実が取れるようにするっていう感じの手順ですね。皆さんの動画でも結構上がってるんですけど、ここの日付をみんなで募集するってやった後に、インターネットで時間を合わせるをオフにした状態で、日付を1日だけずらします。で、もう一回ゲームに戻ると。で、募集、絶対にみんなで、対決のところでの募集の画面でこの日付をずらしてあげるっていうのは忘れないでください。で、このまま、募集をやめて戻るとまたワットが取れるようになるんですね。2000ワットで、しかもポケモンも変わってると。でこれ注意してほしいのが、願いの塊投げ込んだところじゃないと、自然発生してるやつだと日付変わっちゃうと、その光の柱自体もなくなっちゃうんで、願いの塊を投げ込んだ願いの塊で出てきた光に対してこの作業を行ってください。で今ワットも取れてポケモンも変わった、ここまでが結構上がってるやつなんですけど、これをすることによって日付が変わるんですね。日付が変わると、これ木の実がさっきなかったんですけど、木の実また発生してるんですよ。でここの3個並んでる木の実のところが一番リセマラしやすいんで、まあ一番近いここのタウンマップで言うと、橋の間原っぱ、預かり屋さんが見えるところですね。向こうに預かり屋さんあるんですけど、ここのすぐ近くのところで発生させて、ここの橋の下、高架下、ここで3本並んでるんで、ここを3個連続で木の実を落としてみて、食べ残しが出るかどうかっていうところです。で、糸毛の実、猫部の実が落ちてきた。で、また振って、ここで食べ残しが落ちてきたってなるまで振り続けるんですね。で、食べ残しがそもそも出なければずっと振り続けちゃって大丈夫です。っていうのも、ちょっと出てこないね。食べ残し、なかなか食べ残しは出てこないんですよ。で、振り続けてるとこうやってポケモンが落ちてきちゃうんですよね。で、ポケモンが落ちてくると、逃げても全然大丈夫なんですけど、これ一回逃げてみますね。逃げると、何かその落ちてきた木の実の中でランダムで1個だけ持ち逃げしちゃうんですよ。倒してもそうなんですけど、これ周りのポケモンたちが木の実を一つ残らず持ち去ってしまう、あ、ごめんなさい、一つ残らずのパターンもあります。で1種類だけのパターンもあります。なんでポケモンが出る前にやめないと、こうやって木の実が他のポケモンたちに取られちゃうという現象があるんですけど、一つ残らずっていう時もあれば1種類しか持ってかない時もあるんで、なんで食べ残しが出るまで振れば大丈夫です。で、食べ残しが出た瞬間にやめるっていう風にする。なんで、画面を見ながらやっていかないといけないんで結構めんどくさいんですけど、これで食べ残しっていうのが出るまでずっと振り続ける。そうじゃなければ、別に他の実で欲しい実があった時っていうのはやめちゃえばいいですけど、基本的には食べ残しの源泉なんで、源泉？食べ残しが欲しいだけなんで、振り続けてポケモン落ちてきたらもう逃げちゃって、逃げちゃって、でその後ここ
周りのポケモンたちがザロクの実を全部持ち去ってしまった。だけどこのザロクの実以外の木の実は取れるんですね。だいたいこれが通常です。1種類しか持ち去らない。全部持ち去ることはまあ稀っちゃ稀なんで、なんでまあ食べ残しが出るまで振り続けるっていうのが一番ベストなのかなと思います。で、食べ残し出た瞬間にやめる。本当にね、出てこない。これ今3個目なんですけど、もうこれでもポケモン出てきちゃって、これでも1個も出てこなかったよっていう話になるんで、はい、で逃げる。で、ウブの実を全部持ち去ったけど、他の実は手に入るよ。これがまあ大体通常の流れです。で、僕はこれプラス左上のここラテラルタウンに、せっかく日付を動かしたんでラテラルタウンまで飛んで、で、ポケモンセンターの中に入ってくじを、 ID くじも1日1回なんですよ。で、 ID くじを引きます。で、この ID くじっていうのが一等だったか、特徴がマスターボールなんですよね。で、マスターボールはそんなになんですけど、ポイントマックスとポイントアップが結構役に立つんで、ちょっと今モーモーミルクだったんですけど、で、これを1日1回しか引けないから、日付を動かしたついでに引いて、で、ここの隣、ここですね、ここ掘り出し物市で、プロテクターが3000円で買えるよと。で、1日1回掘り出し物が出てくるんで、ここでしか手に入らないアイテムがあるんですよ。ちょっと載せときますけど、これね。で、これが掘り出し物市でしか手に入らない。で、1日1回しか掘り出し物が手に入らないよっていうのと、この隣のおじちゃん、ここが通常の買い取り金額よりも高い金額で自分の持ち物買い取ってくれるんで、ここもついでに買い取ってもらうと。で、ここまでやったら、もう一回さっきの木の実のところまで飛んで、ここですね、木の実のところまで飛んで、出てる柱のところ、あそこがさっきリセマラというか食べ残しリセマラをやった部分ところになるんで、ここまで戻ってきて、もう一回みんなで挑戦の日付を変更ってやってっていうことをぐるぐる回ってました。まあ全然ね、食べ残しだけでいいよっていう人はいちいち飛んでかなくても、まあ、食べ残し3つ、木の実3つ振ってそのまま終わっちゃっても大丈夫だとは思います。今日付を動かして、ついでにワット回収もしときましょう。で、ワット回収だけして、で、もう一回木の実のところ行くと木の実がまた取れるようになっているとですね。で、この3つの木の実をもう一回振ってから、まあ別に飛ばなくてもここまで戻ってきて、ここでもう一回みんなで募集挑戦して、日付を動かしてっていうことをずっと繰り返すっていうのが食べ残しのリセマラになります。まあ実際にじゃあ食べ残しが出るまでちょっとやっていきましょう。あ、出ましたね、食べ残しが1個落ちてきた、うん、で、この時点でやめないと全部持ってきましたって言われたらちょっとシャレにならないんで、そう、確率で全部持ってっちゃうことがあるんでね、もう食べ残しが1個出たらとりあえずやめましょう。1回で何個も食べ残しが出るっていうのを願うよりも、まあ、やっぱランダムでも全部でも持ってかれちゃう可能性のが高いんで、食べ残しが出たらもうやめる。まあ身もいろいろ手に入るんで、もうこの食べ残しリセマラっていうのはすごいおすすめします。で、また日付を変えていくっていう流れになります。今回は食べ残しリセマラですねを紹介しました。このチャンネル面白いと思ったらグッドボタン、高評価ぜひお願いします。あ、チャンネル登録ですね、よろしくお願いします。バイバーイ。